ほら、もう遅いから早く家に帰って寝るんだ。早寝早起きしないと背が伸びないぞ。ねえ、ルカお兄ちゃん、もしかしたら次の試合見に行けないかも。そうなのか？でも大丈夫だ。お前が来られなくても応援してくれてるってことは分かってるからな。でも次の次の試合には来てくれよ。その試合は弾頭の歌手コルジョニと戦うんだ。絶対に見逃せないだろう。あのね、多分次の次の試合もこれからしばらく見に行けないかもしれないの。え？何かあったのか？いつか私もルカお兄ちゃんみたいに強くなりたいな。マギー、どこに行ったんだ？マギー、マギー、なんでいなくなっちまったんだ。まだルカ、あの小娘は誰なんだ？あの子はマギーって言って俺のファンだった子だ。マギーはいつも試合を見に来てくれて、だんだん仲良くなって話もするようになった。だが俺は彼女のことをあんまり知らなかったんだ。かなり後になって聞いたことなんだが、マギーはその時すでに重い病気にかかってて、病魔と戦ってたんだ。だが仮装部はすごく貧しいってこともあってな。まあその残念だったな、ルカ。お前は俺が生まれた場所についてよく知らないだろうな。子供の頃みんな生活がすげえ苦しくて、毎日誰かが死にかけてたんだ。怪物に殺された人、盗賊に殺された人、たくさんの犠牲を見てきた。その時思ったんだ、俺らは弱すぎるって。少なくとも俺がもっと強くなれば、奴らを倒して生き延びることができるだろう。それから俺は着実に強くなって、仮装部のボクシングチャンピオンにまでなった。それでその時の俺はこう思ってたんだ。拳を震えば誰も俺には勝てねえ。俺は仮装部全ての子供たちの手本になるんだってな。だからどんなに恐ろしい敵を前にしようが、戦えば必ず勝てる。みんなにそう伝えることができると思ったんだ。だがマギーに勝利の知らせを伝えようとした時、あの子の父親からマギーがこの世を去ったことを聞かされた。マギーはあんな小さな体でずっと病気と戦ってたんだ。そうだ、ずっと戦ってた。だったらその戦いには勝たなきゃなんねえだろう。だが俺は分かったんだ。結局のところ人生には勝てない戦いがたくさんあって、負けられねえ戦いだったとしても負けることがあるってことをな。ブーとヒルと戦った時もそうだった。俺は子供たちを騙し、自分自身も騙してた。あいつらに顔向けできねえ。やれやれ、こいつは問題から逃げてるようだな。追いかけて見てみようじゃねえか。他のやつは遊びかもしれねえが、俺は違えぜ。俺は命を懸けて戦う。あんたにその覚悟がねえってんなら、さっさと失せな。ほら、この銃口を見な。こっちに来て俺を殴ってみろよ。あんたにできればの話だがな。ルカ、来いよ。俺を殴ってみろ。あんたにやれんのか？
なんとか言ってみやがれ。この野郎、ブートヒル、お前を倒してやる。ホーリーウーボー、威勢いいじゃねえか。銃弾に目はついてねえからよ、何があっても俺を恨むなよ。負けたとはいえ、お前はなかなかだったと思うぞ。銃口を前にして真正面から僕に背を向けて逃げる、降参する、そんなの前に出て一発食らわせるのと何が違うってんだ。何を選ぼうと、あの時俺の命は自分の手の中にはなかった。わかるか、奴が俺を殺そうと思えば簡単にやれたんだ。言ってみればブートヒルに見逃してもらったようなもんだ。俺はこういう感覚が嫌いだ。自分が無力なせいで他人に支配されて、どんなにあがこうともバカらしく感じてしまうこの感覚が。マギーが病気と戦ってた時もきっとこんな感じだったんじゃねえかな。おアホ、この宇宙で支配されてないなんてものがあると思うか。俺様たち太陽の祖先だって炉の中に閉じ込められて、なんならアイオーンたちでさえ運命の道を歩まなきゃいけねえ。自由だ、自由ってのがそんなに大事なのか。尻尾にはわからないんだよ。俺はただ負けたくねえだけなんだ。はあ、なんでまた逃げたんだ。まあいい、もうすぐあいつの心の深層に入れそうだしな。そこにあいつの自信を失わせた悪夢が隠れてるはずだ。逃げろ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 、早く逃げろバカ、早く逃げろ。逃げるんださっさとベロブルグに帰る。まだベロブルグのヒーローになりたいと思って。おい、そこのクソ野郎ども。お前は誰だ。ここのやつじゃないな。異物は俺様を排除するだ。笑わせんな。生命はさあ存分に味わえ。本気を出してまだだ。三、臨機起爆。ホタルは全てが燃え尽きるまで燃やし尽く。原動力です発足を。私は涙に勝つ。ルカ、お前の心をかき乱す雑音は取り除いてやったぞ。しっかりしやがれ。雑音？ジェパードさん、ベロブルグの軍人なんだけど、その人も俺に似たようなことを話してたな。心の声というのは本来とても騒がしいものだ。安全で快適な場所なら特に。だからこそ心の中にある重要な声は苦痛や不安、危険が伴う状況でしか聞こえてこない。ブートヒルの銃口の前に立った時、ジェパードさんが言ってた通りだって分かったんだ。俺の心が静まり返る中、一つの声だけがずっと叫び続けてた。その声はだんだん大きくなって、周りの全てを覆っちまった。その声は、逃げろ逃げろ逃げろ、早く逃げないと死ぬぞって言ってたんだ。それが俺が危険にさらされた時、心の奥底から聞こえてきた真実の声だ。
これは自分で思ってるほど俺は強くねってことを意味してんのかもな。じゃあその心の声が逃げろって言ったんならどうして立ち向かってったんだ。実はその時うっすらとだけど聞こえてきた声もあったんだ。ほとんど聞こえねえほど弱々しいものだったが、それでもはっきりと俺の耳に届いた。今逃げんならこのまま死んだ方がマシだって声が。そんで立ち向かったんだから、お前はよくやったんじゃねえのか。でもな、負けちまったんだよ尻尾。その重要な声に耳を傾けた結果、俺は惨めに負けちまった。たとえ復活できたとしてもまた負けるに決まってる。今日負けなくても明日負ける。どんなに強くなったっていずれは負けんだ。笑わせてくれるぜ。何をくだらねえこと言ってんだ。お前たち人間は脆弱だ。もちろん西洋もな。だがそんなことはどうだっていい。重要なのは人生ってのは敗北が付きまとうリングだってことだ。老いや病気も欲しいもんが手に入らねえこともどれも一発でお前をぶちのめしてくる。そして死はとどめをぶちかましてきて、お前を、いやお前の家族や友人をメソメソと泣かせるんだ。どうあがいても惨敗しかねえんだったら一体どうすれば勝ちになるんだ。バカ野郎が、そんなこと他人に聞いてどうすんだ。それはお前が自分で決めることだろうが。俺にはわかんねえ。本当に救いようのねえバカだなお前は。一つ質問するからよく考えて答えろ。お前のファンマギーだったから、そいつはずっと病気と戦い続けたが結局勝てなかった。小娘を負けたと思うか。マギーは負けた。ほう。だがあの子は必死にやるべきことを全部やったんだ。病魔に対してひるむことなく拳を振るい続けた。一発また一発ってよ。マギーこそ最高のボクサーだ。俺の心の中でマギーは勝った。見事な KO 勝ちを決めたんだ。よく分かってんじゃねえか。確かにリング上では勝ち負けの基準がある。だが人生においてそれを決めるのは他でもねえ俺様たち自身だぜ。ルカ、大事なのはいつだって次の一撃を放すことだ。大事なのはいつだって次の一撃を放つこと。ありがとう尻尾。やめろやめろ。俺様は他人から感謝されるのが苦手なんだ。気合が入ったんだったらしっかり復活戦で戦ってきやがれ。カメリさん、相棒、悪かった。簡単に諦めるべきじゃなかったぜ。ルカ選手、急にどうされたんですか。決めた、復活戦。ルカ選手、安心しましたよ。やっと元気を取り戻してくれたんですね。よかった。あんなに落ち込んでいる。ああ、みんなありがとな。もう絶対に途中で逃げたりしないぜ。それにしてもさっきは何が起こったのでしょうか。緑の光が現れたと思いきや突然ルカ選手が元気になりましたが、
治療にしては時間もあまりかかってませんし。ラフに来てから変なもんをたくさん見てるせいか、尻尾の力を見ても特に驚かなかったぜ。おい、誰が変なもんだって。ところで、復活戦は人気度によって出場枠がもらえるんですよね。今のルカ選手に出場資格はあるのでしょうか。ちょっと確認してみる。復活戦のところに名前があった。小娘、どうやらまた忙しくなるようだな。残念だぜ。フォフォをリングに立たせてボコボコにする計画はしばらくお預けのようだな。もう尻尾ってば。そんじゃ俺様たちはこれでおさらばするぜ。ありがとな、二人とも。今度は俺の試合を見に来てくれ。二人に恥じねえ戦いをするから。ここまでで十分だ。お前はさっさと戻って仕事をしろ。秘密にするのって本当に辛いよ。もう言っちゃってもいい？今回尻尾があなたに会おうとしたのは。おいお前、秘密も守れなくて何が反感だ。もういい、帰った後のことを楽しみにしとくんだな。まあとにかく聞いての通りだ。だからお前はしっかりとコーチして、あの小僧をちゃんと勝たせるんだぞ。分かったか。俺様は真面目に言ってんだ。じゃあな。またね。復活戦頑張って。フォフォと尻尾も帰ったし、私も控え室に戻って復活戦の準備をしよう。
戦出場の資格を手に入れたから。よくしてくれるコーチがいるんだからな、勝てるに決まってるさ。だがこの復活戦の試合形式がどんなもんなのかまだよく分かってねえんだよな。聞くところによると、過去の演武天霊での復活戦は人気のある敗者同士で乱戦を繰り広げ、最後まで残った一人が試合に復帰できるという形式だったそうです。ですが軽減将軍は選手たちにもっと多くのチャンスを与えるのと、武芸者同士の戦いの美しさを表現したいということで試合形式を変更したらしいんですよ。ラフは復活選手をジャッジする審判として、とても評判が高く美徳で知られている選手を招いたそうです。準備の騎士はご存知ですか？旧列車の人脈は本当にすげえな。演武天霊に参加してるだけでお前と仲がいい友人にたくさん出会えるぜ。ルカ選手が勇敢に戦う姿はきっとその騎士にも美を感じさせることができるはずです。私はあなたの勝利を心から祈ってますよ。ありがとな、カメリさん。見ててくれ、絶対勝ってみせるぜ。はい、これで私も正社員登用の問題を心配する必要がなくなりました。俺が戦ってる姿は美しいのか。まあ自分が戦ってる姿を見ることなんてできねえからな。その準備の騎士は俺のことを認めてくれっかな。準備の騎士団って美学に厳しい組織みたいな名前だけど、あれこれ考えても仕方ねえ。ルカ、マギーのことを思い出せ。重要なのはいつだって次の一撃を放つことだ。どう？ルカの美学を見せつける準備はできた？ああ、準備できたぜ。ルカさんなら大丈夫ですよ。
準備の騎士アルジェンティに挑戦する選手は人気急上昇中のヒーローボーイ、鉄腕のルカ。ルカ選手、銀河中が君の帰還を待ち望んでいる。君はみんなに愛されているんだ。またお会いしましたね、我が友よ。あなたの姿は相変わらず魅力的です。ああ友よ、本当はもっとお話がしたいのですが、気のない態度を取らざるを得ないことをどうかお許しください。今日の主役はあなたではなくルカさんなのですから。ああ、はじめまして、アルジェンティだよな。名前は前もって、その実力も相当あるって聞いてるぜ。まあ俺も強いけどな。僕は初めてではありませんよ。何しろあなたとブートヒルさんが対戦された時、あの場にいましたから。恥ずかしいところを見せちまったみてえだな。だがそれで俺を舐めてもらっちゃ困るぜ。いいえ、まさか。あなたが果敢にも一歩前に踏み出し、実力差のある相手にも臆することなく立ち向かい、拳を振るう姿はあまりに美しく、僕はずっと涙をこらえていました。んなこと言われるとこっちが恥ずかしくなるな。あんなひでえ負け方をしたんだ、ちっとも美しくなんかねえだろう。それは違いますよ、ルカさん。どうやらあなたの考えを正さなくてはいけないようですね。イドリラ様の教えに、勝者が敗者よりも美しいのような、そんな歪んだ道理はありませんから。ブートヒルさんは脅そうとしただけでしたが、その時のあなたはそのことを知りませんでした。しかしそれでもあなたは死を覚悟しながらも誇り、名誉、そして故郷のために彼に向かって拳を繰り出しました。僕からしてみれば、それほどまでに戦いの美学を体現したものはありません。ただあなたのことを高く評価しているとはいえ、演武天礼のルールに従い、僕たちは一戦交えないといけません。もちろん構わねえ、アルジェンティの期待を裏切らねえ戦いをするぜ。では試練を始めましょう。ルカさん、準備はよろしいですか？